ゾフィー・ホテクは、オーストリア・ハンガリー帝国の皇位継承者、フランツ・フェルディナント・大公の妻。ボヘミアの貴族であるホテク家の出身であり、ハプスブルク・ロートリンゲン家と身分違いの結婚であるとされたため、大公妃とされず、ホーエンベルク公爵夫人とされた、ホーエンベルク公爵家の子祖、夫妻と子供たち。1910年葬儀で並べられた、フランツ・大公とゾフィーの遺体。 ボヘミアの伯爵家出身で、デシェン公爵家の当主、フリードリヒ大公の妻、イザベラ大公妃の助官であったが、フランツ・フェルディナント大公と恋に落ちる。しかし彼は、数少ない行位継承者であった。ゾフィーは、伯爵家出身とはいえ、公家から見れば到底釣り合うような身分ではなく、大公と彼女との結婚は、周囲から猛反対を受ける。 最終的にゾフィーが皇族としての特権をすべて放棄し、将来生まれる子供には好意を継がせないことを条件に結婚を承認された。二人の結婚式は1900年7月1日に挙行された。しかしその後もゾフィーは礼遇され続け、公式行事においては幼児を含むすべての皇族の末席に座ることを余儀なくされた。それ以外の公の場でも、 夫たる大公との同席は許されなかった。また、大公費の称号は許されず、代わりに、ホーエンベルク公爵夫人の称号が与えられた。1914年オーストリア領であったサラエボで、夫、フランツ・フェルディナント大公と共に暗殺される。46歳、妊娠中であった。ゾフィーの有した称号は、以下の通りである。ハプスブルク家の家権で、 奇跡結婚が禁じられていたため、ゾフィーに対してオーストリア皇族としての殿下の称号は絶対に許されなかった。また、葬儀でも夫の棺より45センチメートル低い位置に棺が並べられた。第二次世界大戦中、ゾフィー、マクシミリアン、エルンストの3人は、マクシミリアンがナチスドイツのアンシュルスに反対していたため、家族と共に、 ダッハウ強制収容所に送られ、敗戦まで収容されていた。ありがとうございます。